自分ダサいね普段。そっか、フィッシングショーに来たんでわざわざちょっと一人で踊った。はい、どうもこんにちは。本当に何年かぶりかのフィッシングショーなんですけれども、パシフィコ横浜で行われましたフィッシングショー2017にお邪魔してきました。普段会えない人ですとか、見れないものに触れてですね、いい刺激になったかと思っています。かなり偏ってるんですけれども、いくつかのブースでお話を聞くことができました。ちょっと長いんですけれども、最後までご視聴いただけると幸いです。スミスブースから来てます。その方とご一緒でございます。いつも山にいる人がネクタイでございます。ガチです。はい、いよいよボトムロックスイマーも大量増産かけました。新しい新色などをちょっと見せたいですね。あら、新色ですね。はい、じゃん。おお、これ水生昆虫カラーなどなどなど、欲しかった赤金とかね。おお、それとなんと、パワーエアレス勝ち。おお、ヘビーウェイト 6g です。 6g、 もう逃げ場ないですね。だから逃げ場ないです資格なし。それと3月25日に出るスイング情報、これが3月25日にリリースされます。トラウトの釣りではありえないバイトシーンがいっぱい収納されてます。実際ヤバいケースいっぱい見せてもらいましたけどね、釣り場で。これはヤバいですね。さあ3月25日が楽しみですよ。期待ですね。こちらはもう2月にはリリースされてるんで、お店に逆に予約しちゃった方が早い。行けないとまた買い損ねちゃうんで、奈良湖釣りセンターでスクールをやります。それが終わると魚の川でスクールやります。まあスピニングでもベイトでも何でもいいので、なるほど、来てもらえば、はい、楽しい釣りができると思いますので、皆さんよろしくお願いします。会いましょう。会いましょう。この時は春はね、トライアングルさんのブースでございますといえば、ヤマケンさんでございます。ここで、はい、やっとフィッシングショーに TU を持ってこれたという3年ぐらい、はい、偽物模型とか部品とか、まあ、内容はスピンキャスト的な感じですね。ハイエンドスピンキャスト、なんと要は高いスピンキャストそうだ、あと今年メールで BC420 の丸型、やっとこう421左ハンドルが出ました。おっと、音入るかな。ドラグクリッカー入り、もうこれも新製品。なんとは、ベイト派の人はぜひ、はい、よろしくお願いします。そこまで開いてきてる電流ブースに来てるんですけども、船木さんからちょっとプレゼンしてもらいます。タイラバロッドが面白いのがあるそうです。はい、今年の2013月に出るんですけども、タイラバの早だけモデルっていうのを2機種出します。フッキングはするなっていうやつだと思うんですけども、今回のは当たったら即掛け、即フッキングするっていうモデルにしました。だからそのためにちょっとアクションとかもレギュラースモのテーパーだったんですけど、ファーストテーパーってチップだけしか曲がらないですね。でベリーガーバトンでバリッとしたハリーガール乗せという部分は完全に捨てちゃってますけども、当たったらすぐフッキングする楽しさ、このロッドだったら楽しめます。でトールゲットしました。はい、フィッシュマンさんのブースに来ています。ありがとうございます。バト当てでタオルもらってます。すごい、めちゃくちゃうまいんですけど、なんかバスなんですか。これなんだ。それであのこういう上手い人はじゃあ、参加はダメする、ダメする、ダメする、ダメする。エントリーが。そうですね。あれが、あれが、伊藤さん。怒ってたら、まあ、挑戦してみてください。どうもありがとうございます。ありがとうございます。3、2、1、ひらめいとー。いいコーナーに来てます。ということで、オプティマックス、まあ、生涯企画で担当の山口さんから、ちょっと、オプティマックス、プロ XS、1割に1万円ぐらいします。燃費とかどうなんですかね。前のモデルと比べて、力的なものは変わったとか燃費的なものは変わったとか、XS シールが貼ってあるオプティマックスの中でもいろいろあると思うんですけど、これの売りは何かありますか。この売りは、高出力低燃費耐久性ですよね。前面はバスプロとオレクセスがついて、水上のエンジンは軽さが命なんです。プロが圧倒的に軽いです。
一般的な放送の人はやっぱ違う、パワーが115ドリクラスで世界最軽量。何キロですか？4キロ。ハイキロじゃあディスプレイセントもあって、開けました、下から回せる。下級機はない。こういうスペック見ると面白そうだなと思います。つけれる方はどうぞその頭に引っ掛けてください。シマウマの話でちょっとお話を伺ってるんですけど、シャウラの、1650FF2 海外ツアーのコーナーに来てみました。よいしょ。どうもこんにちは、トラウタートキングです。フィッシングツアーでいろいろな場所皆さんを案内してます。もう夢のような釣り場と魚を狙っていただきます。今だとニュージーランドのキッズフィッシュ、平正ですね。もうジグを落とすと腹で帰ってこないぐらいの魚の濃さがニュージーランドにある。フレッシュウォーター、アマゾンとかですね、もう本当に夢の釣り場にいろいろ案内してますので、カナダのサーモン、ニュージーランドのトラウト、もう紹介しきれないほどありますので、よろしくお願いします。トラウタのキープでした。劇的な差があるとあんまり思ってなかったです。トークショー、松山裕樹君お願いしたいと思います。よろしくお願いします。東北が多かったんで楽しかったですね。3月の25日に DVD が、はい、スイング情報という DVD が出るんですけど、はいはい、僕がミドを投げて松山さんがボトムノックを投げるみたいなパターンで、9月の後半もう渇水、イワナはいました。日が高いです。チェードの下にいます。で見えます。人間が近寄ってもなかなか逃げない。はい、深いところにいる。これは10発目に 10投してスイッチを入れて、その中からです。清水さんのホームページに9年かかったその開発の秘話みたいなの載ってて、未だに私も解明できてないです。水の中に手を、魚を取るために人間とかを、なんもないです。でこれを着てよく雑誌なんかの私オレンジのやつ着てますよね。これ着てこれ着て、だから水に濡れることが怖くないんですよ、全然。でこれはね、はっきり言って濡れるわけじゃないですよ、全然濡れない。普通に空気は通すけど水は通さない。本当に一部のですね、偏った部分しか撮ってないんですけれども、やっぱりね、ワクワクするイベントだった、ワクワクするイベントだったと思います。ご視聴登録等していただけると幸いです。また春からですね、実況動画も上げていこうと思います。よろしくお願いいたします。